こんにちはビーーートルルズワドニュスです今日はポール・マカートニーがアンドリュー・ロイド・ウェバーやミック・ジャガーを抑えてイギリス初の億万長者ミュージシャンになるニュースをお送りします。ポール・マカートニーが2024年のサンデー・タイムズ・リッチリストによればイギリス初の億万長者ミュージシャンとなった。81歳の ビートルズのスターの資産は5000万ポンド増加し今年1億ポンドに達した。ポールは2023年には9500万ポンド、2020年には8650万ポンドの資産を持ちミュージシャンのトップの座を獲得していた。この新たなマイルストーンは 彼の2023年のゴッドバックツアーの成功、彼のバックカタログの価値の増加、そしてビヨンセが彼のバンドの曲「ブラックバード」を彼女の最新アルバム「カウボーイ・カーター」でカバーしたことによります。サンデー・タイムズ・ミュージック・リッチリストによれば、アンドリュー・ロイド・ウェバーが 5 1500億億15万万ポポンンドドでで2位、ミック・ジャガーが4億万ポンドで続いていてます。ビートルズは解散から半世紀経っても歴史上最も売れた音楽グループのままです。昨年ビートルズのコンビネーションアルバム「レッド・アルバム」と「ブルー・アルバム」が21曲の新しいトラックを追加して再リリースされた。 リバプールで結成されたバンドの新曲 Now and Then は2023年に最後のビートルズの曲としてリリースされた。この曲は1970年代後半にジョン・レロンが書き歌ったものでその後他のバンドメンバーによって発展していきました。この曲は 残されたビートルズのメンバーであるポールとリンゴスターによって元の録音から数十年後にオーディオ修復技術のおかげで完成されましたポールは2022年にグラストンベリーのピラミッドステージのヘッドライナーを務め2023年のゴッドバックツアーは16公演で1億500万ドル の収益を上げたとされていますポールのアメリカ人の妻、ダンシー・シュベルも、自身の運送会社からかなりの富を持っています。また、ポールはビヨンセのブラックバードのバージョンに拍手を送り、ビヨンセのファンであることを証明しています。アイコニックなミュージシャンは、自身のインスタグラムでビヨンセのカバーを称賛する 心温まるメッセージをシェアし、二人の歌手の白黒写真を添えています。ビヨンセの私の曲、ブラックバードのバージョンにとても満足しています。と彼は書いた。彼女が素晴らしいバージョンを作り、私がこの曲を書くきっかけとなった公民権運動のメッセージを強化してくれたと思います。 ビヨンセは素晴らしいバージョンを作ったので、まだ聞いたことがない人はぜひチェックしてください。きっと気に入るはずです。ポール・マッカートニーはまた最近ビヨンセとフェイスタイムでこの曲について話したことも付け加えています。彼女は曲を書いてくれてカバーさせてくれてありがとうと言いました。彼女は 素晴らししいバージョンを作ったたと伝えましたサンデー・タイムズ氏によるとイギリスの最も裕福な350人の個人および家族の合計資産は7953億6000万ポンドに達していると言ってますリストはイギリスの億万長者の数が再び減少し 2023年のテーマを継続していることを記録した。億万長者の数は、2022年のピークである177人から171人に減少し、今年は165人にまで減少している。これは高い借入金利による私的財産の縮小や一部の 億万長者が国を離れたことによります。以上、ポール・マッカートニー、アンデュル・ロイド・ウェーバーやミック・ジャガーを抑えてイギリス初の億万長者ミュージシャンになるとのニュースでした。今日もビートルズワールドニュースをご覧になっていただきありがとうございます。内容の補足として2023年のポールの「 ゴッッドバックツアーはオーストラリアニュージーランドで7公演メキシコで2公演ブラジルで9公演ですのでこの説明での16公演はもしかしてメキシコ公演が含まれていないと想定しておりますその16公演で1億500万ドルの収益ですので 1>, 1公演約660万ドルとして、1公演約10億2000万円となります。公演会場の規模によってかなり差がありますので、平均値が標準かどうか判断しにくいのですが、目安として1公演10億とすれば分かりやすい数字かと思います。 そこで日本公演が行われる場合、代表的な会場として東京ドームになりますが、このドームは収容人数が5万5千人ですので、10億を5万5千人で割ると、1万8千円少し、まあ大体2万円ぐらいとなります。しかし、オーストラリアは7公演、ブラジルは 公演と公演数が多いので成り立ったかもしれませんが日本での公演数が3公演だとすれば単純にこの平均金額では公演は難しいと思われチケット代は2万円以上になると想定します2018年のフレッシュンアップジャパンツアーの時は S 席が 1万8500円でしたのでそれから物価高円安の影響がありますので2万円台であればまだ良い方かもしれませんそれでも日本公演の実現には厳しい事情があると思われますので別の要因も実現の大きなポイントになるかもしれません お金の話題でしたので、思わず、ポールの日本公演でのチケット代について想定してしまいました。これからも、ポール・マッカートニーの話題についてアップしていきますので、高評価、ビートルズ・ワールドニュースの他の動画へのアクセス、そして、チャンネル登録をされていない方は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。ハローグッバイ。